金村金太郎入場です。さあいよいよミスター・スチュワートの野望が今完結されるという瞬間を迎えようとしているわけであります。今日のいよいよ最後の試合メインイベント、そして新井社長が率いる FMW も最後の試合ということになったわけであります。今スチュワート氏も手拍子で迎えていく金村金太郎、今乗りに乗っているわけであります。この試合をもってしてミスター・スチュワートの会社乗っ取り計画、いやこんな言い方は よくありませんね、乗っ取りではありません。会社を見事ミスター・スチュワートに経営権が移動する瞬間、そして FMW の未来が大きく開ける瞬間が今まさに迎えようとしているわけであります。早尾さんが阻止してくれるでしょう。金村は、ね、でも平塚さん、はい、この間の後楽園ホールでも早尾さんからね、イエーイ、今がっちりとミスター・スチュワート金村が握手を交わしました。ミスター・スチュワートが自信満々にですね、今このリング上に目を傾けているわけでありますけれども、金村の勝利はもう自明のものと言わんばかりであります。途中になりましたけれども、先ほどのこの間の後楽園ホールね、はい、もう金村が完璧なるピンホールを早口が奪ってます。このシングルマッチでもね、同じ目に遭うことは間違いないと私は思うんですけどもね、シングルマッチはね、作戦と違いますんで、はい、シングルマッチは作戦と違います、大事な勝負ですからね。いやでもね、早口さん入場です。今の勢いからして早ぶさにこの金村を下す勢いはないですよ。追い詰められた FMW を早ぶさが仕切ってくれると信じます。この試合は WW シングル選手権試合もかかっています。まあベルトと一緒にですね、会社の経営権も冬季派に譲渡されるというようなことで手っ取り早いなということでタイトルマッチになっているわけですけれども、まあこの金村が WW シングル選手権のベルトを巻くっていうのもね、なかなかいいなという気がしますね。どうでしょうか、非常によく似合うような気がします。チャンピオンとしての風格は問題だと思うんですけどね。さあはやぶさが今入場でありますが、しんがりに入場であります。はやぶさ WEW のベルトを握りしめていきますが、このベルトを手に握っていられるのも今この瞬間が最後ということになるんでしょう。はやぶさ最後の悪あがき、はやぶさの入場であります。ミスター・スチュワートの野望ここに完結、そして FMW の未来はバラ色に輝いているわけであります。先立ちましてチャンピオンよりチャンピオンベルトの一時変換です。さあ今チャンピオンベルトが本部席の方に預けられます。 FMW 会社経験強奪株式上の3大シングルマッチ WW シングル選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー870パンド、誰が名付けたのか知らないが永遠の少年、ヘビースモーカー金村金太郎。赤コーナーチャンピオン217パンド、不死鳥はやぶさ。全身から気迫が伝ってくるでしょうね。さあいよいよはやぶさ対金村金太郎の試合であります。新井社長での元この FMW 今まで本当に頑張ってきました、しかしこの試合をもってその新井社長の率いる FMW は最後と、あの、ね、まあ、ある意味では記念すべき試合ということに、でもね、早草さん、早草さんじゃない平塚さんね、はい、早草に今やっぱり金村に勝てないですよ。いや正直言いまして、なんで平塚さんがね、そういうことをしてるか分かりませんけどね、平塚さんがそうおっしゃるのも分かるんですけれども、まあ一縷の望みをね託している平塚さんも分かるんですが、ちょっとね、斉藤さん、偏り好きですよ。純粋に判断し、今の早草にそれだけの勢いを感じますか。
勢いというよりもね、もう熱意ですね、背負ってるものが違う、背負ってるものが違いますから。意外にね、早草とね、プレッシャーに弱いですからね、意外にプレッシャーに弱いところがあるんですよね、早草。大丈夫でしょう、今日やってくると信じます。まあ、この平塚さんの虚しい姿勢、思いがですね、このリングにどこまで伝わっていくかというのはね、ちょっと疑問ですけれども、まあ何にしてもちょっと今の早草にはね、私もね、今まで早草を一緒に頑張ってきたと、この早草の非常にこのその功績はね、称えますけれども、今の早草にね、この状況で打破するだけの力があるかどうかって、これ疑問なんですよね。何度も何度もね、あの彼は逆境をね、跳ね抜けてましたから、私は正直もありましたけども、一度はね、二度じゃないんで、信じてますよ。さあ、平塚さんの願いが届けば、ひょっとしたら奇跡が起こるかもしれない。お客さんの方もそれを望んでると思いますね。いや、それは分からないですよ。いやいや、羽根村と一緒にね、あの入場の時に踊ってるお客さんが何人いたかっていうね、もう割れんばかりの声援ですから、今羽根村人気も大変なものなんです。お客さんも私はですね、どうでしょうか、ミスターシチュアートに経営権を渡したいと思ってるお客さんもかなりの数いると思うんですよ。それはないでしょう。いや、そんなことないですよ、平塚さん。やっぱ雁之助、金村も大人気ですしね、今実際にリング上でどちらがあの主導権を握っているかって、これ明白ですから、明らかにね、これはミスターシチュアートが会社を経営した方が健全であると。ほら、やっぱこれが今の金村とハヤブサの勢いの違いなんですよね。スピーディーな攻防ですね。攻防はスピーディーでも最後はやっぱ金村なんですね。さあ、ミスターハードコア、さあ、ハヤブサが早くも奥の手を出していってしまうのか。さあ、また仕掛けが、ほら、これでしょう。ハヤブサのね、攻めはやっぱ完全に呼ばれてますよ、金村にね。さすがであります。さあ、ハードコア、ハードコア、これは楽しみであります。まず机を持ち出していった金村、ミスターハードコア、面目役所か。さあ、このままゴツンと行きました。ゴツンとタイトルマッチなんですからね、もうちょっと正々堂々出てほしいですね。何を今更、平塚さん、やっぱり見たいじゃないですか、ミスターハードコア金村のね、この机を使った、うわー、これは完全に割っていきますよ、これ。さあ、衝撃的瞬間を今迎えようとしています。いやー、このハードコア攻撃で、あの机とともに無残に真っ二つに割れていく、この FMW、現新井社長の FMW ということでね、非常に象徴的なシーンを今から視聴者の皆様にもお見せしたいと思います。あれ、ちょっと待って、あれ、はやぶさ起きちゃったよ。あー、ざまみですね。おかしいな、ちょっと、いつもだったら決まるのにな。さあ、おっと、おっと、あと放送席の目の前でラーケプラーナー決まりましたね。ラーケプラーナー、おっと、はやぶさ、はやぶさが放送席を睨みつける、放送席を睨みつける。いや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 、決意がひしひしと伝えるな。まったくね、はやぶさ、もう私には行き交っているようにしか見えなかったんですけどね。いや、こんなもんじゃね、金村やられませんよ。さあ、ちょっと怖いぐらいしたね、今の早草選手。私も早草にメンチを切られてしまいましたけれども、本当にね、もう弱いもんね、一方強い早草ですからね、本当に。さあ、 These guys are both very good, very very good wrestlers. Both. 二人はとてもあの素晴らしいレスラーです。Both というふうにね、強調してましたけれども。ミスター・スチュアートは、ハヤブサ選手も認めているということですね。If we win, I will not fire Hayabusa. He is good. もし彼が勝ったとしても、私は、ハヤブサさんの首を切るようなことはしないでしょう。彼はとても素晴らしいレスラーですということです。なるほどね。まだね、乗っ取りしたんじゃないですかね。そんな偉そうなこと言わないです。いやいや、まあね、ミスター・スチュアートはやっぱりね、プロレスを見る目がありますね。私ももし経営者の立場になったらですね、ハヤブサ選手をやっぱりあの一つの商品としてですね、見事に活用できる、ね、自信がありますというね、そういった決意の表れだと思うんですよね。やっぱりね、はやぶさ選手はでも光栄ですよ、ミスターシュワートにね、ミスターシュワートにこれだけあの認められてるんですからね。さあ、もう乗っ取ったっけなと。さあ、もうミスターシュワートの中にはね、次の時代のですね、FMW の経営構想がもうすっかり頭の中に入ってますから。あーっと、すごい、いや、お客さん大丈夫ですかね。すごいことになりましたけども、今客席の
荒波の中に今2人のレスラーが吹っ飛んでいったという感じであります。さあ今度また今度こっち危ない危ない、いやいやいや、うわすごいすごい、飛ぶ飛ぶ、はやぶさこんなところで飛んでしょうがないところで、ちょっとカメラのペースになっちゃったですね。やっぱりね、場外ではもう羽村ですよやっぱりね。でも平塚さん、やっぱりね、あのミスターシアトはね、はやぶさのこと非常に認めてますから、当たり前でしょう、うん、これは光栄なことと思わないとね。But of course, Kanemura is better. もちろん金村さんの方が素晴らしいと、スチュアートさんは、まあ、あくまでもね、この試合が金村が勝っても、早見さんにこれですよ、まさにこのシーンをね、が象徴しているということですけれどもね、まあ、あくまでも金村選手が勝つという前提のもとでスチュアートさんお話になっているということですけれどもね。さあやっぱり金村、しかし場外は圧倒的な強さを見せます。今の椅子も半端じゃないですよ。石や机使った攻撃はさすがにうまいですからね。うまいですね。はやぶさもやっぱりね、綺麗に戦うばっかりじゃなくてね、こういったラフファイトもですね、もうちょっとこれから磨いていかないと、あのスチュワートさんの元でのね、FMW のエンターテインメント路線ではね、乗っ取りしたわけじゃないんで、なかなか、ね、生き残っていけないですよ、はやぶさも。さあ見事な今、おっとサードロープに足がかかりました。さあはやぶさが攻め込まれています。平塚さん、ちょっとはやぶさ動き止まっちゃいましたよ。ちょっとねえ、大丈夫ですかね。さあ金村が徹底的にはやぶさを潰していこうというところ、うわーすごい。正直言えばですね、前回の8月3日の後楽園で早見さん動きが悪かったんですね。これはすごい、ちょっとあ動きおかしかったですね、はい、あのボスも言ってました、はい、そうですね、ボスもね、早見さんおかしいなって、あのボスが言ってたんですからね。ちょっと目に見えない故障は、あるのかもしれませんけれどもね、肘の差が絡んであるかもしれません、はい、まあ金村もほどほどにねしていただいて、早見さんも貴重な戦力ですから、この後のあまり壊すまでにこう攻め込まないでね、うまくこうフォローを取っていただければななんてちょっと思ったりするんですけどね。さあ顔面に今はやぶさを打ちつけて、さあはやぶさの動きが完全に止まっています。このままもうくしゃっとなっちゃってますよ。はやぶさ大丈夫ですかね、これちょっとおかしいです ね、ちょっと心配になってきました、私も、うん、あまりにも不甲斐ない感じになってきましたね。さあはやぶさが何かボロ雑巾のようにこの金村に扱われています。逆水平でくしゃっとなってしまいました。はやぶさ何か今のね、荒井派の状況を象徴するかのようなこのはやぶさのシーンであります。やはり勢いの差というのはここまで来ると大きい。さあ全く反撃の隙を、ちょっと防戦一本になっちゃいましたね。反撃の隙を与えない、おー入った、渾身の力を込めてのエルボー、あーうまい、これですよね金村、やっぱり勢いがある。さあ大きくうなずくミスタースチュアートですけれども、やはり金村は素晴らしい選手だとこういうことをね改めて実感してるんじゃないでしょうか、この試合を見てね。この余裕も頼もしい金村、あしかし後頭部にパンチを食らわせていきました。はやぶさ、さあはやぶさがおっと、さあこのまま逆に金村がエプロンからのブレンバスターを返していきました。ハイジャック、あーっとここはうまくはやぶさがかわしていく。さあ小手を打ってはやぶさが場外机しまいますからね、やっとなんですかね、反撃に出ようっていうところですかね。さあ下に机があります、下に机があります、あれ何するんだ何するんだ、下に机があります。さあこれ何するんですかね、何ですかね、ちょっと待って、まさか裏側、まさか、うわ
ごい。エクストリームハードコア。いやーすごいミスターシャート。すごい迫力。It's amazing, amazing, amazing. 素晴らしい。Amazing です。私初めて見ました。いやーミスターシチュアートも思わず最大限の賛辞を送りましたけれども、ハヤブサやるじゃないですかね。さあ椅子が今の一発がもう彼の決断がすごいですね。椅子が一発でペシャンコになってしまいました。さあミスターシチュアートも大絶賛のハヤブサのリベンジであります。ここからいってほしいですね。まあしかし勝負の方はまだ分かりません。さあ金村がフィッシャーマンズバスターを食らう。おーっと危ない。おちょびっとだけヒヤッとしましたけれども、まあ金村まだまだねこんなもんじゃないでしょうから。 These guys are tough guys ですよ。いやスチュアートはよく分かってるなミスタースチュアートはな。さすが経営者にねやっぱ適任ですね。あさあ、あっと、うわあ、エッジエッジか。あっとこれは危ない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 。ちょっとミスターシアートの顔も曇り、一瞬ね怖がりましたけども。ああ、そしてファルコアロ、いやー金村返せ、よく返しましたね。でもああ危ない危ない。金村選手やっぱりあの場外のフランケン聞いてますね。机に落ちちゃったんで、ちょっと聞きましたかね、はい、だけども、いやでもねタフガイですから。タフですね、本当本当タフです。はい、はい、ケンちゃん菅野助心配そうですね。エプロンのダメだこの試合で。作者さあ行ってください。よしカウント、いやいやいや菅野助がうまくフォローに入る。さあこれで返せ返せ、おー危ない。あっと怒りに暮れるハヤブサがガンの付けて仕掛けて、ちょっとね、こういう試合早くしちゃいけないですよ。ああ、おい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 、レフリーを吹っ飛ばした金村。さあこれ知らないよ。ガンの付けが入ってくる、ガンの付けが入ってくる。さあそのまま、うわー、ファイヤーサンダーだ。さあ金村はまだちょっとボーロッとしているが、リング上は2対1、リング上は2対1。さあこのままいくか、このままいくか。おいおい、なんと五右衛門音量が入って、おい、ゴエモン量も入ってくる、サメも入った、サメも入ってくる、市原も入ってくる。あー大乱闘だ、大、うわ全員入ってきた。あーミスターシャツすごいことだった、カオス、あーすごいことだった。あー全員ですよ、全員入ってきました。あーわけが分からない、ワイルドワイルドワイルド。あーミスターシャツ意外に楽しんでるぞ。あーあーあー放送席の前、危ない、本部席の前。あーさあこの試合はハヤブサと金村金太郎の試合でありますけれども、あーもうすごい全軍入り乱れて、リング上は金村選手とハヤブサ選手ですね。荒井派、冬木派、全軍入り乱れて、あーマンモスが入ってきた、マンモスが入ってきた。さあマンモスが喉輪だ、喉輪から、うわーすごいすごい。さあそしてさあこのままバックヤマスペシャル、バックヤマスペシャル、シュリーカー、ホワイという表情はミスター・スチュアート。ミスター・スチュアートなぜ今スリーカウント入っていないんだというね表情を見せましたけれども、うわタイトルマッチ打ち越しだ、これ気持ちよ気持ちよ。あー旋風客、あー危ない、金村返せ、危ない、あれ金村、あーよーし金村、不死身の男金村行け、あれタイガースープレックス、危ない危ない危ない、よしよし金村よく返した、いやー金村よく返した、黒田が必死の吉田選手しますね、金村よく返した。あいや危ない危ない危ないよ。さあハヤブサ今度は何だ、おーなだれ式フランケンシュタイナーをビューティフォー、何がビューティフォーだ、ビューティフォーに行かしろ、ビューティフォーにスーパーパワーボムで返して、お両者ダウン、両者ダウン、両
スリーカウント入ってないかな今の。いや、すざまじい死闘となってきましたが、さあハイジャックバックブリーカー、このままこのままいった。しぶといですね、はやぶさね。もういい加減息の根は止まっているようにも見えるんですけども、さあ、あっと、お、これはフロントネックロック、フロントネックロック、おー、これは金村、あ、決まってる、あ、完全に決まった、あ、これは決まったぞ、完全に動きが止まった、早草動きが止まってる、早草、早草動き止まってる、あ、あ、惜しい、よく返しましたね、今完全にギブアップしたかと思ったんですけれども、いや、ギブアップ絶対しないでしょ、いやー、運命の時、運命のカウントダウンがもうまさに今高らかに鳴り響いているんですけれども、お、今机です、机の破片が出てきた、さあ、もうなんかランバージャックデスマッチみたいになってきましたね。そうですね、さあ、机を手にしている金村、さあ、もうフラフラの、もうフラフラのハヤブサ、さあ、とどめは机か、よし、あー、うまい、交換、おいおいおい、一発、よっしゃ、さあ、そして、さあ、セコンドがガーッと入ってくる、これ試合になりませんよ、いやいや、違う、2人になってる、セコンドを阻止しただけですよ。さあ、これはチャンス、金村いけ、金村いけ、金村いけ、さあ、完全にリング上は1対1、完全に立海、リング上は1対1、正々堂々の戦いであります、ロコモーションジャーマン、これはロコモーションジャーマン、正々堂々の状態、あっと、オーバーヘッドキック、ものすごい試合になってきた、ものすごい試合になってきた、ものすごい試合になってきました、もう精神力ですね。ちょっと金村もふらついているが、ファイヤーバトル決めてくれるでしょ、あれ、フェニックスですよ、あ、フェニックススプラッシュ、よし、かわした、あ、フェニックススプラッシュ、自爆、今の自爆で、あ、会社もろとも自爆だ、なぜ決まらないか、早草さん、藤崎さんも拍手するわ、そりゃそうだよな、藤崎さんも拍手、そりゃそうだ、さあ、ミスターシュアートの野望が今カウントダウンに入っている、よし、これは決まったでしょう、もう一回、もう一回、息の根を完全に止めようという金村、念にあれを入れてのもう一発パワーボムを、いけー、金村エルボー、あれかわされた、さあ、おい、まただ、急所、急所攻撃から、いったー、これはいった、これはいった、さあ、スリーカウント、いきました、いきました、ミスター・スチュアートも、ミスター・スチュアートの野望、ここに完結であります、ミスター・スチュアート、野望、ここに完結、やりました、ミスター・スチュアート。コングラチュエーションミスター・シュアート、そしてコングラチュエーションミスター・フユキ、ボスは今どこにいるのか、言葉が出ません、あ、それにしてもなんだよこれ、会社経営権ミスター・シュアートへと正々堂々と決着した、ここがでもね、平塚さん、最後はもう1対1、男と男のね、実力勝負、これで早草が敗れたわけですから、これはもう荒井派としては言葉ないでしょう。まあ、平塚さんもな、大人げないな、明らかにこれは負けですよ。そして金村金太郎がチャンピオン、金村金太郎チャンピオン、信じられません、何なんだ、 All of you who supported me and supported Fuyuki, thank you and great job.Just as we planned, the FMW is all ours! よっ。選手をはじめ、
私に協力してくれた選手の皆さん、ご苦労様でした。これで約束通り FMW は私たちのものです。やりました。続きまして FMW 会社経験強奪株式ヨーマジシングルマッチ、勝ちました、冬木派に委任状、早草選手の委任状を贈呈します。これによって株式 Now you losers It's time to leave the ring. We don't need you anymore. Except you, Mr. Ryan. Stay here. まずはめでたく新チャンピオンになった金村選手にベルトを差し上げましょう。さあ金村ベスベルトが似合いますね。第7代 WL シングルチャンピオンの金村慎太郎選手。見えなくてよかったです。 I would like to announce the new FMW Worldwide Champion Konemura。 まあ平塚さんも心を入れ替えてですね、あの新政権にですね拍手を送りましょうよ。だってもうこうなってしまったらですね、暗黒時代ですね。 FMW の暗黒時代です。暗黒時代じゃないですよ。これからバラ色の FMW 経営はこれ安泰ですから。これで Now with this ninja、いや私もねやっぱり新井社長より新社長さんの方が絶対経営者としてはね優秀。 Which means the league is ours。 さてこれで私たちは株の過半数を手に入れました、はい。これから FMW の経営権を手にしました、はい。さあこの後はですね気になる人事なんてのもねあったりなんかですね。 Now for the wrestlers that were against us, I'd like to know what to do with them. I'd like to ask the new FMW president his opinion. 日本語で喋るよ日本語で。いやちゃんと訳してるんですか。 What should we do with these guys? 吉田社長。お次は私に盾ついた人々の処分をどうしようかという問題が残っています。どうでしょう吉田新社長。え私が新社長考えても見えませんでした。いやーやりました吉田新社長、がっちりと握手。そうですか、シュアート。それでは選手のことは私に任せてもらえますか。 OK Just don't fireHayabusa or Kuroda, they're very important. Okay, でも Hayabusa さんと Kuroda さんは非常に重要ですので。The most important thing is what we do with Mr. Arai. ただ一番問題なのはそちらにいる Mr. Arai をどうするかということです。It seems to me that he has quite a lot of support of the fans, and we don't want to make the fans angry.私が見たところミスターアライは非常にファンの支持が厚いということです。そして FMW を私が経営するにあたってファンの支持を FMW から離してしまうのは得策ではないということです。いやーどうってことないですよ。 What I'd like to do is I'd like to know how many fans support Mr. Arai。Let's take a vote, and if over 10,000 fans support him, then I will reconsider. 私は一体新井社長がどのぐらい、あ、失礼いたしました。ミスター新井がどのぐらいファンの支持を得ているかを知りたいということで、1万人以上の署名を集めることができたら、新井さんをこちらの FMW の方に考え直すということを。という、あ、失礼いたしました、考え直そうということです。いやらしいですね。せっかくの取った会社返すつもりですか。 No, that's not it. It's just that he can bring in many fans. 私がただ単に純粋な興味として、新井社長が、失礼いたしました、ミスター新井がどのぐらいファンから支持をされているかということを知りたいのです。ふん、そうですか。それでしたら私にも一つ提案があるんですが、okay. 私も今まで散々こいつにこき使われてきました。今度は逆にこいつをこき使ってみたいんですがいかがですか。Yeah, that's okay. I think that's a good idea.
私はいい考えだと思います。 If Mr. Arai agrees, you can have him work for you. If he's of no value, you can get rid of him. But promise me that you'll take the vote. I'd like to see if 10,000 fans support him. わかりました。新井さんを使うのは構いませんが、ただ私は純粋な興味として、ミスター新井が1万人の署名を集められるかどうか見てみたいということです。まあそのくらいは許可してもいいでしょう。Thank you. ありがとうございます。新井社長の人気を利用して、まあ、いやらしいですね。話はそれだけだ。新井君。それだけで長いよ。覚悟しておいてくれよ。いや吉田新社長がね、下克上ですね、でもね、うん、ほら、まあでもね、頑張れって言ってますね。いやでも新井さんもほら、頑張れやっぱりファンにね、人気ありますから、これから会社に残ってですね、会社のために尽くしていただければいいなと、こういうふうに思いますけれどもね。まあ経営の方はですね、どんなスタイルでも最後はレスラーが締めんのや。俺ら FMW のエースや。ガンちゃん、ほら来た。俺たちが FMW だ。ミュージックスタート。やりました。俺たちが FMW だというスクリーンオンラインエンディングです。金村の大きな声援のもと、あーだって